ってみたいですよ。当てんよね。それコントでやる感じですか。当てんのこと言わないでください。何言ってんでしょう。はい、進行しましょう。はい、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 ウィーン、いらっしゃいませ、うん、ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。もう一回やりますか。はい、ウィーン、いらっしゃいませ、うん、ありがとうございます。はい、お客様。はい、お客様。はい、いい笑顔ですね。ありがとうございます。お客様。はい、ね、お客様。もう一回やりますか。もう一回やりましょうか。まだ続きますよ。もう一回、もう一回やりますか。ウィーン、何を買おうかな。いらっしゃいませ。はい、お客様。はい、ジジイですね。なんだかひどい言い分です。もっといい言い方あるでしょ。わかりました。はい、いいジジイ、うん、それもダメでしょうね。はい、お客様、昔話にはですね、はい、いいジジイとジジイが出てきて、うん、ちょめちょめします。あ、そういうのあるけどね。ちょめちょめってなんだ。ちょめちょめ、山城慎吾が作った言葉ですよ。それは知ってますけどね、まるっきり関係ないですね。あの、挨拶大切なんで。あ、わかりました。ちゃんとしてください。はい、ウィーン、お客様。はい、いらっしゃいませ。はい、お帰りなさいませ、ご主人様。ああ、なんか急にメイド喫茶みたいになったね。チェキ1枚8000円になります。高いね。そして量販店の店員と取らないよ、チェキを。そうだった。そうだったですね。そうだった。あ、じゃあね、挨拶はね、いらっしゃいますね。行きましょう。わかりました。はい、簡単なところ。はい、はい、ウィーン、いらっしゃいませ、お客様。はい、今日は何を探して。何しよっかな。わかりました。こちらの方で一歳五歳お任せください。ああ、なんか頼りになりそうだけどね。五歳って何かな。ゴッドサイド。うん、神の領域、お見せいたしましょう。なんだかわかんない。宗教かなこれ。あ、ちゃんと商品売ってください。すみません。わかりました。わかりましたか。ウィーン、うーん、お客様。はい、お客様。うん、お客様。はい、何しようかな。お客様、何にしようかな。何したいんだろうね。お客様、こちらの電気釜。あ、電気釜。電気釜。うん、電気釜おすすめですよ。あ、本当に。見せてください。じゃあ見てください。はい、フェレットが入ってますよ。あ、フェレット、なんかの新しい機能ですか。私のペットでございます。あ、ペット飼ってんだ、ここで。そんなことしちゃダメでしょ。お、お、え、あ、お客様、はい、ラッキーって呼んでください。ラッキー。ああ、マギー神事だよね、それ。客様、ラッキーって逃げたったじゃないですか。はい、ごめんなさいっていうのは変だから。ちゃんとしてください。電気は買わないんですか。買いません。じゃあ、お頼みしてください。こちらの電子レンジ。あ、電子レンジね、買おうと思ってます。6万9800円ですよ。ああ、値段を急にね。はい、ありがとうございます。お客様、はい、電子レンジ、ええ、よく見てください。はい、フェレットが入ってます。またお前のペットだろそれ。お客様、はい、チンしましょうか。いや、かわいそうだからやめて、やめてください。ちょっとらお客様、はい、買ってくださいよ。電子レンジ買ってくださいよ。電子レンジ、その獣臭いの買いません。チンしますよ。いや、自分のフェレットを人質に取らないで。はぁ、岩井さん、はい、やっぱり僕ね、ええ、家電量販店の店員向いてないわ。あ、本当に。ペットショップの店員になります。うん、それも無理。どうもありがとうございました。